キングコング、ドクロ島の巨神は、ジョーダン・ボート・ロバーツ監督による2017年のアメリカ合衆国の怪獣映画である。キングコングシリーズのリブートであり、キングコング映画としては、通算8作目、モンスターバースとしては、第2作目である。レジェンダリー・ピクチャーズとテンセント・ピクチャーズの共同制作であり、レジェンダリー制作の怪獣映画を同一世界観のクロスオーバー作品として扱う。 モンスターバースシリーズの第2作目として作られた作品である。時系列は前作よりはるか昔の話である。出演はトム・ヒドルストン、サミュエル・エル・ジャクソン、ジョン・グッドマン、ブリー・ラーソン、ジン・ティエン、トビー・ケベル、ジョン・オーティス、コーリー・ホーキンズ、ジェイソン・ミッチェル、シェー・ウィガム、トーマス・マン、テリー・ノタリー、ジョン・シー・ライリーらである。 主要撮影は2015年10月19日より、ベトナムとハワイなどで行われた。1944年、太平洋戦争中の南太平洋戦域での、空戦中、とある島に墜落したアメリカ陸軍兵マーローは、同じく墜落した日本海軍兵イカリから逃れるため、島の奥地に入り込み、追ってきたイカリと戦う。と目を刺されそうになったマーローだったが、突然そこに、 巨大な猿のような生物が姿を現す。1973年、アメリカがベトナム戦争からの撤退を宣言した日、特務研究機関モナークの一員であるランダは、ランドサットが発見した未知の島、ドクロ島への地質調査の件で、ウィリス上院議員を解き伏せる。ランダは護衛の部隊を派遣するようにも要請し、ベトナムから帰還予定だった。 パッカード大佐の部隊が同行することになる。また、元イギリス特殊空挺部隊隊員のコンラットを島の案内役として雇い入れる。ランダたちの行動を知った戦場カメラマンのウィーバーも調査隊に加わり、一行はドクロ島に向けて出発する。ドクロ島の周囲は暴風雨に覆われて、船での接近は不可能な状態だったが、ランダたちは、 パッカード部隊のヘリコプター数機に乗り換え島へと向かう。暴風雨を突破して島に乗り込んだ調査隊は地質調査の名目で眼下の地にサイズミック爆弾を次々と投下していく。しかし、その騒ぎを聞きつけたコングが姿を現し、爆弾により動物や森林が無残に犠牲になる様を目の当たりにし、怒り狂ったコングにより、 ヘリコプター部隊は全滅して調査隊は散り散りとなる。コンラットやウィーバーたちは島を脱出するために、船から来るヘリコプターとの合流地点である島北部に向かい、パッカードは部下を殺したコングを抹殺する武器を手に入れるため、救出も兼ねて部下のチャップマンが落ちた島西部に向かう。コンラットたちは北に向かって進む中で島民であるイーウィス族と遭遇し、その際に、 太平洋戦争以来島に取り残されていたマーローと出会う。マーローの招きでイーウィス族の集落を訪れたコンラットたちは彼らが性病として使っている廃船に案内され、そこでコングが島の守護神であることを聞かされる。コンラットたちは合流地点に向かおうとするが、マーローに徒歩で向かっても間に合わないと忠告され、彼が脱出用に作っていた小型船。 グレイフォックス号を整備して、共に合流地点へ向かうことにする。コンダットやマーローがグレイフォックス号の整備を進める中、ウィーバーは集落の外で撃墜されたヘリコプターの下敷きになっていたスケルバッファローを助けようとする。そこにコングが現れてスケルバッファローを助け、彼女に敵意がないことを判断したコングはその場を立ち去る。翌朝、コンダットたちは 整備が完了したグレイフォックス号に乗り込み出発する。その途中でパッカードやランダたちと合流するが、島から脱出しようとしていたコンラットは、部下のチャップマン救出を主張するパッカードに押し切られ、共にチャップマンのいる西部の山に向かうことになる。しかし、西部の山は島の怪物たちの住み所となっており、コンラットたちは島で最も凶悪な生物である。 スカルクローラーに襲われる。ランダをを始めた数の犠牲者が出たものの、なんとかスカルクローラーを撃退した一行だったが、直前にスカルクローラーが吐き出した、チャップマンの認識表が巻きついた頭蓋骨を目の当たりにして、彼が死んでいたことが判明。だが、それでもパッカードはコングへの復讐を理由に、西部へ進むと断言し、コンダットやコング抹殺に反対のマーローたちと対立する。 最終的にコンラットたち民間人はグレイフォックス号に戻り、パッカードたち軍人はコングを攻撃することに決まり、一行は二手に分かれる。その夜、コンラットとウィーバーはグレイフォックス号を探すため山に向かい、そこでコングと出会う。ウィーバーと触れたコングは敵意のない二人を残してその場を立ち去ろうとするが、パッカードがコングの注意を引くために、 サイズミック爆弾を爆発させたため起こり出し、パッカードたちの元に向かう。コンラッドとウィーバーは、マーローと共に、パッカードを止めるため、コングの後を追う。パッカードは誘い込んだコングを火攻めにし、弱って倒れ込んだコングを爆薬で吹き飛ばそうとするが、それを阻止しようと現れた。コンラッドたちと対峙し状況は、一触即発となる。三人の説得に、 パッカード以外の兵士たちは解き伏せられるが、そこに大型のスカルクローラーが出現。コンダットたちがその場から逃げていく中、コングはカズトになってもその場から逃げようとせず自身を抹殺しようとしたパッカードを葬り、スカルクローラーに立ち向かう。夜が明け、コンダットたちは先にグレイフォックス号に乗り込んだブルックスとサンのもとに合流しようとするが、スカルクローラーに追いつかれてしまう。 だが、後を追ってきたコングに攻撃を仕掛けられ、再び二体は戦いを開始。コンラットたちも、コングを援護する。コングは、敗戦のスクリューを武器にスカルクローラーを倒し、戦いの衝撃で川に投げ出されたウィーバーを助け出すと、姿を消す。コンラットたちは、無事に合流地点に到着し、救助隊のヘリコプターに救出され、ドクロ島から脱出する。アメリカに帰国後、 マーローは出生以来行き別れとなっていた採取と無事に再会を果たした。一方、コンダットとウィーバーはモナークに招かれ、ブルックスさんと再会して調査への協力を依頼される。ブルックスは王はコングだけではないと語り、モナークが集めた古代生物が描かれた壁画の資料や、日本列島周辺の地図及び原水爆実験のキノコ雲の写真を見せる。 その壁画には巨大な恐竜、翼竜が三つ首の竜の姿が描かれていた。トム・ヒドルストン・ブリー、ラーソン・サミュエル・エル・ジャクソン・ジョン・グットマン・ジョン・シー・ライリー、主要人物モナークス・カイデ・ビルズ・ランド・サット・現地、調査団本作の主な舞台となる人工衛星により宇宙から発見された未知の島。南太平洋にありながら夜はオーロラが見え、常に島を 暴風雨が囲んでいるなど特殊な環境下にある。竹林やレッドウッドなどの森が広がり、美しく緑豊かな起伏に富んだ地形に、大小様々な川が流れ、湿地帯となっている地域も多い。カキのような未確認の巨大生物が多数生息しており、その理由として蒸気の特殊な環境により独自の進化を遂げたことや、作中の爆弾を用いた地質調査の結果、 塔の地下には広大な空洞の存在が判明しており、そこに生息する太古の生物が地上と出入りしていることが示唆されている。西部の山中はスカルクローラーの住み所となっており、それらの犠牲となって未消化で吐き出された生物の骨が広がる地域が存在する。また、島の近辺では数多くの船舶や飛行機が行方不明になっており、北部の入り江には 海流の関係からそれらの残骸が流れ着いている。その他、北部に差し掛かる地域には、先住民のイーウィス族が集落を作っており、スカルクローラーなどから身を守るために、木製の壁を築いている。自作、ゴジラキング・オブ・モンスターズではこの島と生息する、怪獣たちは、モナークなどには、 周知されており、直接の登場などはないが、研究者らの間でこの島のことが何度か話題として登場する。ギドラが地球各地の怪獣を支配下に置いたシーンでは、この島からも怪獣たちが逃げ出したという報告が入っている。エンドロールにて再度この島に調査が行われ、この島が各地の怪獣たちのルーツではないかと推測され、また、 ゴジラとコングの間に関係があることが示唆される。ジョーダン・ボート・ロバーツ・レジエンダリー・ピクチャーズは2014年7月にサンディエゴ・コミコンにてスカル・アイランドと題したキング・コングのオリジンストーリーの企画を発表し、2016年11月4日にユニバーサル・スタジオで公開予定であることを明かした。レジェンダリーは上ッ日ュに監督のオファーを出し、一方で以前に キングコングを監督したピーター・ジャクソンはギレルモデルトロを提案した。2014年9月、スタジオはジョーダン・ボート・ロバーツが監督を務めることを発表した。彼は本作をモンスターが出てくるベトナム戦争映画と語っており、地獄の目視録をイメージした映像が含まれている。また、時代設定は1973年となっており、その理由について、 テクノロジーがまだここまで進んでいなくて、科学と神話の境目がはっきりしていない時代だったためと述べている。撮影前に、脚本は、複数の脚本家たちの関与を受けた。キングコングとゴジラの連続した、世界観が求められたため、ゴジラゴジラのマックス・ボレンスタインが初稿を書き、ついで、ジョン・ゲイ・ティンズが、第二高執筆のため雇われた。2015年8月、ダン・ギルロイが、 ボレンスタインとゲイティンズの脚本に協力していることが明らかとなった。2015年8月18日、デレック・コノリーが書き直しのためにさらに雇われたことが明らかとなった。2014年12月12日、スタジオは映画をコン・スカル・アイランドに解題したことを発表した。2015年9月10日、レジェンダリーはコン・スカル・アイランドの提携先をユニバーサルから ワーナーブラザースに変更し、彼らはキングコングとゴジラのマッシュアップの計画を立て始めた。その後、脚本では2014年の映画ゴジラゴジラに登場した秘密機関モナークが参照されることが明かされた。2016年4月、アーティストのジョー・デビードは自らが作り上げたスカルアイランドの世界観の要素を映画制作者たちが無断で使用したとして制作者たちを訴えた。 サンディエゴコミコンでの企画発表会見、ボートロバーツの監督就任と同時に、スタジオはトム・ヒドルストンが主演を務めることを発表した。2014年12月15日、JK シモンズが加わったことが発表された。MTV のインタビューでシモンズは1971年のデトロイトが映画の舞台となり、野球シーズン中にデトロイトで撮影予定であることを明かした。 2015年1月、マイケル・キートンがキャストに加わったことが発表された。2015年7月1日、スケジュールの都合により、キートンとシモンズが交番したことが報じられた。交番した2人の代役俳優探しを始めた、レジェンダリーは制作開始の延期を望んでいなかった。2015年7月23日、ブリー・ラーソンが女性主人公役でキャストに加わった。 2015年8月5日、コーリー・ホーキンズが脇役でキャストに加わった。2015年8月6日、デッドラインドット・コムは、スタジオがシモンズの代役として、サミュエル・エル・ジャクソンとの交渉に入っており、また、ジョン・シー・ライリーの出演を検討し、さらにトム・ウィルキンソンにオファーを出していることを報じた。2015年8月20日、トビー・ケベルがキャストに加わり、 ジャクソンとライリーがスタジオとまだ交渉中であることが報じられた。2015年8月25日、ジェイソン・ミッチェルがパイロット役で加わった。2015年11月2日、ウィルブ・リテンがパイロット役でキャストに加わったことが発表された。2015年9月25日、ジョン・グッドマンが政府の役人で探検隊リーダーのランダ役に決定し、 またトーマスマンも加わったことが報じられた。2015年10月1日、ジョン・オーティスとシェイ・ウィガハムが役名不明で加わったことが報じられた。2015年10月13日、ユージン・コルデロが加わったことが報じられた。2016年5月、トビー・ケベルはテリー・ノタリーがモーションキャプチャーを用いてコングを演じることを明かした。ボート・ロバーツは日本の漫画、 ゲームアニメを見て育ち、今の自分の DNA となっていると公言するほどの日本好きであり、本作の制作にも影響を与えている。本作についても、自分が子供時代に触れてきた文化をゲロを吐くみたいに全部ぶち込んであると語っている。映画全体には、もののけ姫の要素が多く含まれているとし、登場するクリーチャーは、宮崎駿監督作品に出てくるようなもの。 精神性があり美しく、パワフルなものを目指したと語っている。この他にも、アキラ、メタルギアソリッドなどのオマージュが含まれている。また、序盤に登場する日本兵、軍兵イカリの名前は、新世紀エヴァンゲリオンのイカリ・シンジと、ゲームクリエイターの横井軍兵から取られている。主要撮影は2015年10月19日に始まり、2016年3月18日に完了した。 撮影は主に、ベトナム北部、ハワイ州、オアフ島、オーストラリアのゴールドコーストで行われた。ロケ地には、ホノルルチャイナタウン、クアロアランチ、ワイカナエバレーが含まれた。2016年1月半ば、オーストラリアクイーンズランド州ゴールドコーストで行われた。ジャパンプレミアでの主要キャスト、日本語版吹き替えキャスト2014年12月12日。 公開日が当初予定されていた2016年11月4日から2017年3月10日に延期された。3D および IMAX3D での上映が予定されている。日本では2017年3月25日の公開に先駆けて同年2月28日にワーナー・プラザーズ映画使者室にて日本最速試写会が開催された。 北米工業収入は1億6810万ドルと制作費に届かなかったが、その他の地域で3億9810万ドルの工業収入を記録し、世界全体で5億6620万ドルを記録している。北米では公開第一週で4000から5000万ドルの工業収入を記録すると予想されていた。実際には第一週で 予想の35%増の6100万ドルの収益を上げている。この記録はピーター・ジャクソン版のキング・コングの5010万ドルを上回ったが2014年のゴジラ・ゴジラの9300万ドルには及ばなかった。世界65カ国の29000スクリーンで公開され8510万ドルの興行収入を記録した。 iMAX では672スクリーンで480万ドルの収益を上げている。この他、イギリスアイルランド、韓国、ロシア、メキシコ、フランス、台湾、オーストラリア、ブラジル、ドイツ、マレーシア、インド、スペイン、イタリア、ベトナムの工業収入を記録している。世界市場の中で最大の収益を上げたのは、 中国の1億6860万ドルである。ロッテントマトズには287件のレビューが寄せられ、平均評価6点10点、支持率76%となっており、爽やかな目の保養、堅実な演技、テンポの良いストーリーを提供する、キングコング、ドクロ島の巨神は、古典的なオリジナル作品には及ばないものの、怪獣映画の神話群にその地位を確立したと、 批評している。メタクレティックでは49人の批評家によって62、100点の評価が付けられ、シンネマスコーでは B 評価となっている。シカゴトリビューンのマイケル・フィリップスは4つ、星満点中3つ星ファンの評価を与え、私はボート・ロバーツの最初の映画で高揚する精神と巧みな演出を見ました。本当に良い映画を見に行きましたと批評した。 アプロクスのマイクライアンは、この映画は私が見たいと思っていた内容とは違いましたが、それでも楽しむことができる内容でした。ほんの少しだけ映画に狂気を抱いていたかったと批評している。ハリウッドリポーターのトット・マッカーシーは、必要な要素が理想的な割合で組み込まれています。これは、こうした内容の映画では滅多に見られないことですと批評した。 ナーディストニュースのカイル・アンダーソンは完璧な映画ではないことは確かであり、多くのキャラクターもスケッチのように感じられます。しかし、この映画は最初から最後まで楽しむことができますと批評している。本作のプレゼンテーションに参加した樋口真司は、本作のコングについて33年のオリジナル版、キングコングのような人形劇の動きに近く、 ピーター・ジャクソン版で描かれたような巨大なゴリラではなく、どちらかといえば、ディック・ベイカーっぽい、キング・コング2で見せた人形のようなキング・コングに近いと語り、作品の内容を正当派の怪獣映画という予感がしますと、コメントしている。ガーディアンのピーター・ブラッド賞は4つ、星満点中1つ星を与え、キング・コングの物語が幻想的に混乱し、 激しく奇妙な更新映画となったと酷評した。サンディエゴリーダーのマシューリコナも5つ、性満点中一つ星を与え、怪物たちを見るのは楽しいが、人間は歌唱に描かれ、狂気的な兵士を演じたサミュエル・エル・ジャクソンだけが、唯一際立つ存在だったと批評している。2015年9月、レジェンダリーは、コン、スカル・アイランドをユニバーサル配球から、 ワーナーブラザース配給に変更し、メディアでは、ゴジラとキングコングが共演するという憶測が流れた。2015年10月、レジェンダリーは、ゴジラ VS コングでゴジラとキングコングを共演させる、ことを認めた。レジェンダリーは、モナークを中心にフランチャイズを作り上げ、古いものと新しいもの、異なる、巨大超生物種族の生態系の中でゴジラと、レジェンダリーのコングを結集する。 計画を立てている。レジェンダリーはユニバーサルとの契約を続ける一方、フランチャイズのためにワーナーブラザースと協力する。2017年7月19日にブルーレイ、DVD が発売された。同時にデジタル配信も開始された。ありがとうございます。